不倫をしそうになった時にこんなことを考えると少し冷静になれるかもしれません。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。不倫の良し悪しについてはこのチャンネルの中この動画の中では一切しません。なので不倫はね悪いとか不倫はしない方がいいという議論をしたい方は今日の動画スルーしていただいて結構です。またねその手のメッセージ LINE とかねインスタ等でいただきますけど基本的にその手のお話は僕は全てお答えしていないのでこれもあらかじめご了承ください。不倫がねいいとか悪いとかっていう議論はねもうするまでもなく悪いんですよ。それでもねやっぱりそういうことが起こってしまうことがある。その時にまあどう対応していくかっていうのが一番肝心なことだと僕は思っているので、これまでもねだからこういう動画、不倫絡みの動画はね、いくつかご紹介をさせてきて、させていただいてきています。リストにまとめていますので、こちらはまあ代表的な動画の画像が出ていて、リストはね、リストへのリンクはこのあたりとか、下の、概要欄の方に出ているので、まあ、そのあたりご覧になっていただければいいんだけども、まあ、今日は、あえてこう不倫をしている人ではなくて、ちょっとこれから不倫してしまいそうだぞ、やばいぞ、ちょっとあの人に心がドキドキしてるんだけど私既婚者らしいとかねあの人既婚者らしいとかまあそういう時にちょっとこういうこと考えてから先に進むか進まないか判断した方がいいんじゃないですかという、まあ、考えるヒントをね、5つほどご紹介をしていこうと思います。もちろんここでご紹介差し上げるお話のがね、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談等については、僕の個別セッションの方にお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたりとか問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下のこれも概要欄の説明欄にリンクが出てますのでそちらの方から飛んでいただくとか、こちらの方にリストが出てるとリンクが出てると思うので、ねまあ、こちらの方からお越しいただいてご希望の日時ご入力いただいてね、お申し込みください。不倫絡みのね、ご相談、まあ、大変数多くいただくんですが、今日はねこう不倫をされてる方ではなくて不倫をしてしまいそうでやばいという方のためにこんなお話をご紹介をさせていただこうと思います。そのための1番目不倫をする前にねこんなこと考えた方がいいよっていう話です。1番目はい彼とお付き合いすることにどれだけのね学びと成長があるかということはお考えになった方がいいですよというお話です。その人とのお付き合いがあなたの人生にどれだけの豊かさをもたらすのかという話ですね。単純に、足し算引き算でね考えた方がいいと思います。不倫関係であるというのはね、まあ、別に刑事罰に問われる話ではないんですが、まあ、民事で考えたらね不法行為になるわけです。もちろんねそういう意味ではリスクがある。そのリスクに対して見合ったリターンが返ってくるお相手かどうかなんですよね。すごくくたびれてねお金もないおじさんなんだけど、まあ、ちょっとこう優しくしてくれるからちょっとフラフラ自分寂しいしってことでフラフラみたいなね、まあ、それはそれでいいんだけどさね、その関係で追うリスクに対してそこから得られるメリットってねリターンってどんだけなのっていうことはお考えになった方がいいんじゃないです。まあ別にねおじさんかどうかっていうのは関係ないんだけどただその人と関わったことがね仮に別れた後だとしても後になった時にねまあそれが5年経っても10年経っても彼と一緒に過ごした時間であなたが学んで得たことっていうのが、まあ、計り知れないほどね大きな価値があること。あなた自身が彼と出会い彼と関わりそして彼から学び成長できたことっていうのはまあ本当にね、リスクを負うだけの価値があったことなんだというふうに思えるようなお相手であればまあねそれはまあリスクを負ってでも言ってもいいんじゃないですかと。ただそうじゃなくてねまあいろいろ微妙だよねこのくたびれたおじさんねまあしかもなんかこっちを都合よく扱おうとしてるしまあしかもお金なくてね時々金くれとかね言ったりするしねなんかご飯連れてかれてもなんかサイゼリアとかでしかも割り勘だったりするしなんだこれみたいなまあそれをやっることがどうなのかねあなたが背負うリスクに見合ったものなんだったらそれでもいいんじゃないかなとは思うけど多分そうじゃないと思うんだよね。まあそのあたりを少し考えてね、果たして、この人とそういう関係になった時にそれぐらいのメリットがいやちょっとないなリスクの方がでかいなということだったら
まあそういう場面はね、なかなかそこまで冷静にはなれないかもしれないけど、極力ね、でもそのぐらいちょっとね、なんとか頑張って電卓叩いて、いやこれマイナスだな、なしというふうに思うか、おプラスじゃないか、じゃあちょっと行くというふうに考えるか、まあ、そういうご判断でいいんじゃないですかということです。さあ、そして2番目ですね。はい、物理的に離れることができるかどうか。例えば職場はね、物理的に離れられないですよね。あとはそうね、同じ町に住んでいる人とかね、ご近所の方とかね、離れられないとどうなるかというと、まあ結局ね、その不倫をやめられないし、また、あなたがね、何か暴走したりとか、彼が暴走した時にやっぱり再現がなくなっていくから関係ぐしゃぐしゃになっていくし、また関係ぐしゃぐしゃになっていかなくてもね、やっぱりこう距離が近い分慣れ合いになっていくんですよね。慣れ合いになっていくから結局どうなるかというと、緊張感もなくなっていって、気づいた時にはね、まあ街の中で他の人に見られてバレるとかね、会社の中で噂になってバレるとか、まあそういうことになったりもするよねと。でおまけにね、終わった後にまたその場にいると行くと、その人がいるわけだから、まあ、お互いね、やっぱりこう苦しいし、まあ後々引きずるだけの話なんでね、だそういう意味ではやっぱりこう不倫相手としては物理的に離れられる、まあ本当に何でしょうね、こう遠距離とかで、まあ連絡しなければそのまんま終わりか、まあなんかね、習い事の先生かなんかでこう行ってね、習い事行かなきゃ終わりとか、まあ例えば取引先なんかでね、まあ、取引が終わったらもう終わりとか、もう完全に、いつでもこう切れる関係、にしておくと、まあなんかね、あなたがこう暴走した時も向こうはね、まあ逃げられるし、向こうが暴走した時もあなたは逃げられるし、お互いがね、ちょっともうあかんねって言った時にこうスパッと切れて、そのまんま、綺麗さっぱりね、まあもちろん綺麗さっぱりという数に心苦しいなって思うことはあるんだろうけども、まだね、頻繁に顔を合わせたりってするよりはよっぽどいいので、しかもね、まあ、その方がリスクもないんでね、お互いにね、そういう意味ではちょっとこう近場の人との関係性が深まりそうだなっていう時には、いやちょっと待てよと、まあ、ちょっと危なくなりそうだなという時には、そのあたり考えてね、この人と離れることが私の意思でできるかな、物理的にね、あ無理だって言うんだったらやめた方がいいし、あいつでもね、これだったらこのサークル私辞めれば全然関係立てるから OK とか、まあ、ここに行かなきゃこの人とも二度と会わないから全然平気みたいな人だったら、まあまあそれはそれでね、考え方としてはありかなというふうに思います。さあ、そして3番目です。はい、自分自身のね、問題とちゃんと分けて考えていられるかどうかなんですよね。自分自身の問題って何かというと、あなた自身の家庭の問題とか、まあ何かしらね、別の悩みとか仕事上の問題を解決するためにこの人とのお付き合いっていうところに行ってる場合は、これ最悪なんでね、やめた方がいいですよ。これ関係なくね、自分の家庭の問題とか自分自身の悩みとか関係なく、まあ、出会った人がたまたま好きになりました、出会った人のことを愛してしまいました、そういうことであればね、まだ分からなくもない、しかしやっぱりね、自分の家庭の問題、まあ、亭主から逃げたいとかね、家庭が疲れたか、家庭が疲れたからもうやめたいとかね、そう思ってそれを理由に他の人とお付き合いをすると、結果どうなるかっていうと、結局そこに依存することになっていくんでね、そこが逃げ場になっていくから、まあ、そうするとどうなっていくかっていうとね、まあ、彼はそれがすごく重くて面倒くさいなというふうに思われて、であなたの方はね、やっぱり彼に対して依存がどんどん高まっていって、あなたがいないといけない、そしてね、あなたがいてくれればもう他は捨ててもいいんだっつってね、家庭を捨てて彼の方に行くと、彼は重きからもうね、いやもう無理っつって、いなくなり、あなたは何も残っていない、なんだこれっていうね、まあ、そんなことになっていったりすることも往々にしてよくある、なので、まあ、そのあたりは分別して考えた方がいいですよというお話、特にね、既婚女性の方はね、そのあたり、まあ家庭に問題があるんだったらね、家庭の問題は別に解決すればいいだけの話だから、それと彼の問題っていうのはね、関連して考えないことですよね。だから既婚女性はこれを絶対やるなっていう話をね、してるんで、やるなって言ってもやるからね、もう一回言いますけど、これはやるなっていう話ね、これもう一回見ててください。こちらにね、リンクが出てますから。まあ、このあたりちょっとね、ブレーキかけることができると、まあ、既婚女性の方はね、まあまあ、もうちょっと傷は浅く済ますことができるのかなと思います。まあ、それでもね、最後の最後、こういうことも覚悟はしなきゃあかんよねということですね。はい、全てをね、失う覚悟というのはやっぱりしておかないとダメですよ。どんなにね、
まあ、誰にも迷惑をかけていないとか、誰にもバレないんだっていうことを言っていても、まあ、どこでどうなるか分かんないのは男と女のことだったりするんでね、まあ、特にあなたにお子さんがいてね、家族がおってでにもかかわらずね、まあ、お相手が結婚している方とお付き合いをし始めましたと、まあ、そうするとね、それがバレました、相手の嫁さんにね、まあ、憎き相手の嫁さんに、ね、土下座で謝罪させられて、謝罪文まで書かされて、おまけに慰謝料まで請求される、家に帰れば、まあ、自分の娘とかね、息子にお母さんキモいとか言われてね、後ろ指刺されて、でおまけには亭主から、ね、もう家をほっぽり出されて、でそして彼が助けてくれるのかと思えばね、彼はいや俺は知らないと、この女が俺をそそのかしたんだというふうに言われ、気づいた時にはね、もうボロ雑巾、何もないみたいなね、もうどうなんだっていうことになり得るからね、普通に、それは覚悟はした方がいいですよ。だから今日一番目にも言ったように、いやそうなってもね、いいだけの男なんだと、いうことを、まあ、思えるお相手だったらそれでもいいんじゃないですかっていう話ですけどね。また、まあ、そうなってもね、もう本望だと、もう燃え尽きるまで私は灰になりたいんだ、人生一度きりだしそれで全然いいというのは、まあ、それはそれであなたの人生観の価値観だから、まあ、そういうのも、まあ、選択としてはありなのかなとは思いますが、まあ、そういうところはね、少し想像した方がいいと思います。さあ、そして最後5番目ですね。はい、スタート時点でね、ちゃんと終わりを見据えているかどうかなんです。まあ、どんな着地になるかっていうのは分からないにしてもね、基本的にはどんなにいい男で、どんなにあなたを愛してくれていたとしてもね、またあなたがどんだけ愛していたとしても不倫ですからね、はっきり言いますね、不倫なんでね、いいですか、お相手にはお相手がいるんです、まあ、もしくはね、あなたにはお相手がいるんです。あなたと彼が一対一で必ず社会的に結ばれることっていうのは基本的にはね、基本的にはまあ基本的にはってかほぼ間違いなくないんですよ、ほぼ間違いなくね、ということは終わりが来るんです、必ずね、必ずとは言わないけど、でもほぼ間違いなく終わりが来るわけですよね、今の状態がね、未来永劫続くってことはこれはないんですよ、残念ながらね。で、分かってると思うんだけど、その分かっていることをあらかじめね、やっぱり覚悟しておくか置かないかっていうのは、まあ、後々になってから、まあ、聞いてくるんでね、まあ、いずれやっぱりそういうことが来るよねっていうことを分かっていながらね、まあ、お付き合いしているとね、まあ、そういう時が来た時に、まあ、悲しくて辛いけど、まあ、しゃあないよねっていうふうに思うこともできるし、まあ、そう思わざるを得ないからね。一方でね、いずれね、彼と一緒になれるかもしれない、いずれね、こうしているうちに、彼と、ね、結ばれるに違いない、彼は嫁さんと別れるって言ってくれたしとかね、私を迎えに来てくれるって言ったしとかね、まあ、大体嘘ですけどそれね、まあ、それ嘘だって話しましたよね、こういう話ね、このあたりの話はね、真に受けちゃダメよって話ね、はい、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出てますから、まあ、そういうことも含めて、やがてね、やっぱり終わりが来る、どんなにね、今お互いが綺麗で、まあ、幸せで、そして愛し愛されということを実感できる関係であったとしても、不倫ですからね、やっぱりどっかで終わりが来るんで、その終わりをしっかりと見据えておくことですよ。その時のためにね、まあ、あなたが独身であるならば、まあ、次のことを考えなければいけないし、まあ、既婚者であるならばね、それをやっぱり、ね、終わりにして、傷ついてそんなものをまた家庭に持っていくわけにもいかないんでね、そうなった時に、ね、まあ、へこんだとしてもね、やっぱりこう家庭に持ち込まない程度に、持ち帰れるようにしっかりと準備をねした上で、お相手と、まあ、付き合うかどうかというご判断をすればいいのかなというふうに思います。ということで、まあ、5つねざざっとご紹介を差し上げました。まあ、ちょっと途中からもう現在不倫中の方向けの話みたいな話も入ってきちゃいましたけど、まあ、基本的にはね、これからちょっとね不倫してしまいそうだぞ、あ、なんか好きになった人が既婚者だったとかね、まあ、私既婚者だけどちょっと好きになってしまった、どうしましょうって言ってる意味はない、まあ、どうしましょうじゃないよと、一回こういうこと考えろっていう、そういう話なんで、その上で、まあ、行くなら行く、泊まるなら泊まるっていうことをね、まあ、判断すればいいんじゃないですか。いいか悪いかっていうのはね、冒頭申し上げたように他人から見たらさ悪い話しだけど、最後の最後あなたが納得いかいかないかだから、ただ闇雲にね、走ったところで後になってなんであの時に冷静に考えなかったんだと思うことがあるわけだから、じゃあこのぐらいのことはさ冷静に考えておいてもいいんじゃないの、どうせ痛い傷を負うにしてもね、
冷静に考えて納得いってね、傷を負うのか、あとになったから後悔して、ね、傷を負うのかで、まあ、その後の、復活への道のりというのもだいぶ変わってくるんでね、まあ、このあたり、ご参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。